皆さんおはようございます。私はこの磯田康さん72になりましたね。はい。66歳の時外国語大学へ行きまして、69歳で英検1級合格ということでこの動画を作っております。私のね、趣味といいますかボランティアでやっております。いろんな企画ねやってます。この下の概要欄ご覧ください。そこに貼り付けてありますけれども、すべてねどなたでも自由に無料でどの企画にでも参加してくることができます。またね個人相談もやってますので。どうぞご利用してくださいということですよね。でね、今日は何の話ということで、昨日もね、ちょっと動画なんかできたんですけどね、まあ、中高校の英語って、まあ、一応700時間あるんですけれども、まあ、700時間でね、あれだけの内容を全部みっちりマスターできる方ってのは2割ぐらいしかいないということですよね。であとの8割の方はもう置いてけぼりになってるというのが現状ですよね。でまあおそらくここへ来られてる方っていうのは多分その8割の中に入ってる方だと思うんですよね。2割の方の場合はもうね卒業していって十分英語達者になっておられるわけだから、結局どうもちょっと自分はうまくいかなかったからやり直したいという方がまあ来られてると思うんですよね。で昨日もそのことで言ったんですけどね、学校教育でね6年間やったけどダメな英語喋れない人が多いっていうのは、まあそれはね中高校の体育の授業全部出たけどもオリンピック出れなかったよと言ってるのと同じことで、オリンピック出るためにはそれなりの練習を積んでもらわないと中高校の体育の授業だけでは足りないんですよね。全く同じように英語も、中高校の英語だけは全然足りません。で、非常にね私が問題だなと思いますのはね、英語教育というのが必修になってしまってるんですよ。で、まあ、そこが非常に大きな問題なんですよね。やっぱりこれ好きな人でないと無理ですよね。これを無理やりに全員にやらせるというそういうことをしたら、まあ、結局落ちこぼれを作るだけなんですよね。でそれとあと英語嫌いを作るんで、あと英語産業ががっぷり儲けるんですよね。うまい話をしてここへ来たら英語、うちの教材で英語こんなんなりますかなんとかかんとかそんなこと言ってすごい金を儲けてる、あるいはもうちょっとの わけのわからんね大学かなんか知らんけどあんなとこがですね年間100万円取るんですよね。でそこで何百人という方が飯食っていけるんですよ。それは英語コンプレックスがあるおかげなんですよね。でそもそも日本でね英語なんか、できないのが普通だし、そもそも英語なんかできなくったってちゃんと生きていけるわけですよね。十分いい生活もできるわけですよ。なぜそんなことまでして英語やらなきゃなんないのかといったら要するに必修にしてとにかくこんなことをやらそうとするために妙なコンプレックスが社会に蔓延してる。でそのコンプレックスを利用して金を儲ける連中がもう5万とおるということですよね。でまあそれはもうはっきり言ってわけのわからん大学もそうですし、いわゆる英語スクールとかいうようなものもその類ですしね、英会話教室かなんか知らんけどね。でほとんどの場合はビジネス、もう当たり前の話ですけどね、私立大学の外国語大学ってビジネスでやってるわけであって、儲からなかったら潰れるわけですから、儲けるためにはさまざまなテクニックを駆使するというわけですよね。でそれは消費者の側に英語ぐらいできなくっちゃなという奇妙な精神が蔓延してる、それを巧みに利用してつけ込んでくるわけですよね。まあ、これが英語ビジネスの実態だということですよね。でまあそんなとこ行ったら例えば50万円出したら100万円出したら英語が身につくかって言ったら、それはもう全然無理な話なんですよね。別にその英語と金とは関係ないんですよね。ご本人のやる気とまあ洞察力というか意欲というかそれもにかかってるわけですよね。ところがね、まあ私のところにもなんだこの人というのが来たことありますよね。とある、まあ年配の男性なんですかね。うちの娘は某英文学科に行ったけどそんなもん何の意味もなくただ行っただけですよとか言ってきてる人いたんですけども、ちょっと待ってくださいよと、親としてそれどうなんよその態度ということですよね。そもそも娘の将来見たらそんな英語なんか入りもしないんだったら料理学校でもやれた方がよっぽどマシですよね。でところがそういうことを平気でやってきてるっていうのは現状。それでそれにつけ込んでそういう大学の英文科ががっつり設けてる。でそこで何百人といういやいや何千人何万人という人たちが飯食ってるわけですよね。いわゆる英語ぐらいできなくっちゃというこの
なんか知らんふやふやとした状態に対してね、でも実際に出てくる、世の中に出てごらんなさい、いらないでしょ。でちゃんと日本語だけできっちり生きていけますよね。もちろん授業で成功したりいろんなことできますよね、そこを見余ってしまってる、その見余った感情に利用して英語ビジネスがつけ込み儲けまくってるというこの現実ですよね。でこの前もね、私大手の英語会話教室に、5年間かなんかいて、もうあんまりにもひどいから嫌になって辞めたいう方からのメールとかもいただいてるんですよね。で、まあ、そこではどんなんかというと、要するにいわゆるビジネスの方針っていうのはありますよね。どういう方針かというと、要するに、楽しい教室を作って長く引っ張れという、これが上からの命令なんですよね。で要するにそんな難しいこと言うたり厳しいこと言うたらやめられちゃうから、できるだけ楽しい雰囲気を作って面白くして長く引っ張る、これがビジネスだというわけですよね。ですからそんなとこから英語が上手くなる人なんて出てくるはずもないわけですよね。ところがそれをうまく巧みに利用する、ほとんどの場合はね、親をこう陥落させた方が勝ちなんだよね。だいたい子供って親の言う通りしますからね。だから親の気持ちをうまく掴んどる。でその親の気持ちって何かって、はっきり言って英語コンプレックスがあるんですよ。自分はできなかった、だからせめて子供にだけでも出してやりたいと、そう思ってるわけね。でもそもそも自分もできなかったことを子供ができるかって、そんなバカなことあるわけないでしょ。自分もできないものを子供に期待するって、それとなんだ、トンビが鷹を産むような話ですよね。そんなことはありえないですよね。そもそもそんなに英語コンプレックスあるんだったら親がやりゃいいだけのことでしょ。そうすれば子供はついてきますよね。そういうことすらしないで金の力で子供をどっか英語会話教室だかなんか掘り込んだら、それでなんとかなるんじゃないかと思ってるわけね。そこがまあ非常に浅はかなところですよね。でまあこんなことをぶっちゃけ言うのはここぐらいのことだと思うんだけどね。でな、英語系 YouTuber でも、もう悪質ないっぱいおりますけど、ただね、このチャンネル自体では結構まともなことを喋ってるんですよ。当たり前の話ですけどね。そこではまともな英語の話しておりますよ。でそれは何のためにそんなことしてるかというと、初心者集めるためなんだよね。で初心者結構集まってきたら、別部屋へ誘導していくわけですよね。でどういうふうに誘導するか言ったら、有料セミナーを LINE でやります、3000円とかね、ああいう形でこっち引っ張り込もうとするわけですよね。 ですから間違ってもそういうとこ行ってはいけませんね。カモにされるのがオチですね。3000円ぐらいだなと思って行く人がいるんでしょうけど、それはもう全てビジネスの側の都合にしか過ぎないんですよね。間違ってもそういうとこへ行かないでください。そもそもね、英語ができないのはあなたのせいであって、別にその3000円のユーグロセミナー聞いたら立ちどころに英語がうまくなるか、そんなことありえるはずがないんですよね。いくらかお金はかかりますけど、それ辞書代とかかかりますけどね。最近はまあ電子辞書が普通ですけどね。電子辞書って大抵息子が中学行った、あるいは高校へ行った時におじさんからもらったとか、なんか入学祝いにとか言って、これ4万円ぐらいの電子辞書、あれどうなってるか知ってます？全部粗大ごみになってるんですよ。全国で何万台というやつが粗大ごみに捨てられていってるんですよね。おそらく数ヶ月ぐらいは使われたのかもしれませんけどね。これが現実だということですよね。こんな無駄なことをずっとやり続けている、いやその無駄のゆえにいい生活ができるのが英語ビジネスだということなんですよね。そのからくりをぜひとも分かってほしいですよね。そしたらそんなものに近づかずにきっちりと自分でできる。ですから今日ここへ来られた方はすごくラッキーですよね。ここまであからさまなことを言う YouTuber は少ないと思いますよね。さすがにね、他の YouTuber の名指しとかそれはしませんけれども、そんな、人はどうでもいいことで、ご自身がきっちり英語ができればいいだけのことですからね。そういうのにちょっとでもお手伝いするということで、もうこの年になって年金生活だから、やっておるということなんですよね。ですから出てきていただいたらいろんなこと分かりますよね。やっぱり基本的には自分でやるということなんですよね。金出したからどうのこうのという、そういう話ではないですよね。でいわゆるもうはっきり言って英語系 YouTuber の9割はね、金儲けでやってるんですよ。
はっきり言ってね。で金儲けでやるためにはもう初心者相手にしておもろい話で釣るっていうこれしかないんですよね。ですからいわゆる一口メモっていうな感じ、一口知識っていうな感じで、ちょろちょろっとなんかやって、例えば風が流行ってるっていうのは、コールドイズコモンとは言わねえんだよとかね、なんていうかポピュラーとは言わねえんだよとか、そういうようなちょっとした小ネタで寄せるわけですよね。いわゆる小ネタでね寄せといて、で、そんな小ネタはいくつ聞いたって英語なんか上達するのと全く関係ない話なんですよね。でもそれしたらちょっと初心者っていうのは割合引っかかりやすい。そして自分とこのスクールか LINE へ呼び込むわけですよ。なぜ自分とこの LINE へ呼び込むかって言ったらね、ここ Google がやってるでしょ、YouTube っていうのは。そうすると Google のコードっていうのがあるんですよね、規則ルールっていうのはね。で例えば、ここで有料会員を呼び込みやってはいけない、呼び込みやる場合は Google のね手数料払わなあかんだよねとか、それから Google のあれにルールに従わなきゃいけないんだよね。それされると困るので、ここではまともな英語の話しておいて、初心者をがっつり集めといて自分のとこへ持って行って、そしたらルグールの縛りを外れて自分のコントロール下に置けるから、そこでビジネスをやるという、これが彼らの手口なんですよね。だから悪いと派手なこと、言ってますよね。結構な視聴回数とか登録数持ってますよね。そういう人たちがみんなやってるのはその手口ですよね。で、あとは広告で稼ぐっていうんですが、ただ最近はね、広告代も下がってきてるんですよね。だいたい最盛期の半額ぐらいになってますね。もちろんここの動画にも広告ついてますけど、これ決して私が望んでやったことじゃないんですよね。もし広告つけないでこれやってたら、Google の方からね、言ってこられるんですよね。広告つけろってね。つけなかったら強制的につけられるとか、あるいはもうちょっとね、弾かれてしまうんですよね。だってここは Google がやってるビジネスモデルですからね、当然そのビジネスモデルに合わなきゃいけないし、私も当然それに合わせていってるわけですよね。そういう理由でコマーシャルが入ってるという、ただそれだけのことですよね。でそれにしてもね、最盛期から比べたら半額ぐらいになってるんですよ。でこれの大きな原因はね、YouTube だけやなしに、それ以外のいろんな、デバイスというか出まくってるでしょ。そうすると、結果として広告が分散されていくので、YouTube に来る量が減ってくるというようなことから、一人当たりの単価が減ってきて、YouTuber の取り分が半分ぐらいになったよという人は結構たくさん出てきてますよね。だから彼らとしては、この広告だけで飯食うんじゃなしに、やはり自分とこのやってる教材を売り込むとか、スクールに呼び込むとか、コーチングに呼び込むとかをやり始めてるっていうのが現状ですよね。で、教材でもね、はっきり言っても相当いい価値の平気で売ってますよね。20万円とか30万円とか言ってますけどね、あんなもん買ったって全然何の役目立たないものを売りつけてるだけなんですよね。で、うちとこの会員さんでね、潜入捜査してきた人いるんだよね。わざわざ自腹で20万円出してね、この教材使ったら3ヶ月で英語ペラペラになるというのすごい入って20万円でもらった。でそれ何が書いてあるかって言ったらね、要するにシーン別の、ロールプレイングがついてあるだけのことですよね。例えば空港でとか、ホームステイ先でとか、ホテルの受付でとか、そういうのをこう簡単な文章を覚えさせて、それをやらせるという、でそしてなんか喋ったら喋ってるように見せかけるという、そういうようなテクニックですよね。ほとんどがそういうことをやって20万30万、あるいはコーチングで50万60万というのを請求しておるというのが現状ですよね。ですからもう間違ってもそういうところ行かないでくださいということですよね。自分でやるしかないんですよ。もちろんここに来たからって言って英語がね直ちに上手くなるとそういうことじゃないですよね。やっぱり基本ご自身でやるということで、そのためのいろいろこう、みんなとこう話し合う場所とかできないと、なかなかね一人ではやりにくいっていうことがあるので、こういう場所を作って、Zoom でやってますからね。であとオフ会とかいろいろやってますので、出てきていただいたら結構励みになると思いますよね。そういうことでやっておりますので、今日も頑張っていきましょう。